おいみんな朗報だ、秘湯所にいた諸葛に大きい気発だぞ。なんだって、そりゃよかった、これで何の心配もなく戦えるぞ。諸葛亮様がやられた、そんなはずはねえ、確かめに行こう。よし、敵の民兵が移動したぞ、手薄になったところを攻めちまえ。行きますわ。ここは俺の見せ場だ、少女ペヨ、この歓喜塔の功になってもらうぞ。こっちは大軍、勢いもある、孫悟の田舎武者どもに負けるかよ。行きますわ。狙いを定まった、敵の足場を崩し戦意を損。行きますわ。いい感じですわよ。行くぞ、今こそ敵の要所を叩く。敵の痛いところをついておく、狙うあの地だ、行くぞ。見せ場は多分作ったな。
もう撤退してもいいだろう。今はこの喜びをかみしめましょう。行きますよ。いい戦ぶりよ。敵がハゼ飛ぶようじゃ。敵を追い返せました。しかし敵の様子どうも妙でしたな。ふっ、北下曹操軍、さあ孫悟の本陣はここだぞ。周囲の息がかかった味方がいるようです。怪しい人物を尋問してみてはいかがですか。私は孫悟の人間ではない。曹操殿のために粉骨砕身働くのみよ。なんじゃしつこいの。わしは本当に孫悟に愛想が尽きておる。何、まだ疑っておるのか。だからわしはじゃな。で、マドロッコシーはお主を倒せば疑われることもなかろう。Stop!
演じられなかったわい。周遊に何と浴びればよいか。敵将討ち取りましたわ。お上手ね。いい感じですわよ。うまくいったようです。困難ではありませんわ。驚きました。想定以上の戦果です。偽装投稿が見抜かれました。郊外様はすでに撤退された模様。郊外殿は敵陣への火付け役。これでは大掛かりな計にはなるまい。家計の威力が減ってし。ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。に変わっていることを。今だ、曹操軍に火を放て。敵船を全て燃やし尽くすのだ。戻って策の練り直しだ。敵将討ち取りましたわ。どんどん広がっていくぞ。バカだ。一時風向きが変わっただけでこのような策を打てるはずが。これまでの動き全てこの炎を描く布石であったか。まさか。では敵はこの風を確信して家計を企んでいたと。周囲、いや諸葛亮。この炎、痛恨よな。こちらの裏をかくなんて、敵には相当な知恵者がいたのですね。ですが、下を向くわけにはいきませんわ。最前線で前線して事態を打開しましょう。
味方と連絡が取れません。曹操様の安否も不明です。一体どうすれば。このままでは陣形を崩され、長江の木図となってしまいますわ。昭陽と常陽まで引きましょう。曹操殿が退いていらっしゃれば、そこで合流できるはずです。窮地にあってこそ落ち着かねばならぬ。互いに仲間を援護し、包囲を打ち破らん。殿の姿が見えぬのは気がかりだ。今は無事であられると信じるほかない。船に火が。敵はこれを狙っていたのか。だが諸葛亮の策はこれだけのはずだ。みんな落ち着いて炎症を防ぐぞ。郊外殿の策が見抜かれた時は焦ったよ。危うく火がつけられないところだった。なんとか家計は起こせたが、予定より規模は小さくなってしまったな。一人この先へ行かせはしない。長子、いざ参る。皆を守るため足を止めるわけにはいかぬ。何としても敵を倒し、この場を突破する。よし、ここで防御態勢を取るのだ。よろしいかしら。二人きりだと緊張するかしら。いきなりどうこうしようなんて思っていないわ。今はその姿をじっくり見せてくれるだけでいいのよ。
事が働いている。行きますわ。敵は撃退した。しばしここを確保し同胞を守らん。ウレンに逃げ込まれた将軍方も多いようです。探してみてはいかがでしょう。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。見事な働きだな。素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えること心より嬉しく思います。
曹操様全然見つからないな。もしや兵に紛れて移動されているのか。今はこの喜びをかみしめましょう。いいぞ、その調子だよ。この騒動で主の姿を見失ってしまいました。実は私、曹操様に仕えているものなのです。このままではどうかお探しください。私の方ならあちらにおられました。先ほどあの辺りでお見かけしました。間違いありません。叫んでも無駄。この近くに曹操軍はおらんぞ。ありがとうございます。お探しの方は確かあちらに。曹操軍の要人はどこへ逃げた。居場所を教えれば命は助けてやるぞ。ふざけんな、あろうと喋る者が。助かりました、礼を言います。お探しの方はあそこにいるはずです。
調子だよ。お探しの方ならあちらにおられました。先ほどあの辺りでお見かけしました。間違いありません。叫んでも無駄。この近くに曹操軍はおらんぞ。ありがとうございます。お探しの方は確かあちらに。曹操軍の要人はどこへ逃げた。居場所を教えれば命は助けてやるぞ。ふざけるな。やろうと喋るものか。行きます。助かりました。礼を言います。お探しの方はあそこにいるはずです。
艦運長が刃、受けていただこう。行きますし、私たちで守るぞ。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありませんが、策を取った。さすがへの恩義か、我が刃を鈍らせたか。今はこの喜びをかみしめましょう。ここにいるのは傷病兵ばかり。前線からは逃れたものの、もう動けません。せめて薬になるものが手に入れば彼らを救うこともできるのに。そういえばあそこには薬があるかも。今は敵がたくさんいそうですが。何を企んでいようと関係ねえ。打ちのめすまでだ。行きますよ。なんだこれ。よくわからないけど持っていこう。行きますよ。なんだこれが目当てか。くれてやるよ。こんなものを見つけてしまったな。届けてもらうか。これでご勘弁を。これはいただいてもいいんですか。おいみんな、これで助かるぞ。これで傷病兵たちもみんな撤退できます。ありがとうございます。
今はこの喜びをかみしめましょう。うん、妹の。荒木殿。味方がチリジリになってしまいました。ですが、置いて逃げるわけにもいきません。味方を一人でも見つけたら教えてください。どうかお願いいたします。曹操軍の兵士がいるはずだ。探せ。まだこんなに戦える奴がいたのか。撤退だ。よかった、助かりました。先に門のところまで行ってます。まさにヤブヘビだったな。引け引け。ふう、助かった、ありがてえ。俺の門でお待ちしています。曹操軍に勝てそうだったのに撃破されるなんて。これぞ天の助け。おかげで命拾いしました。くそ、とんだ邪魔が入った。引き上げるぞ。もうダメかと思いました。ありがとうございます。お助けいただきありがとうございます。これで皆と合流できますわ。救出できる兵はこれで全てでしょうか。ありがとうございました。仲間を助け出してくれて。これより我らも撤退先の確保に向かいます。今はこの喜びをかみしめましょう。お上手ね。いい感じですわよ。潰しちまうか。お前らついてこい。よし、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。周囲の警戒を怠るな。怪しげな動きがあればすぐ両党にも伝えよう。来たか。急ぎ両党にも敵の接近を知らせよう。我が輩としたことが何たる不手際。両党に知らせを送る隙すら見出せぬとは。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。見事な働きだ。いいぞ、その調子だよ。
なら船を使うだろうな。ここで待ち構えて正解だったよ。読まれていましたか。味方を逃がさない船を奪取すれば。足掛かりとして見せましょう。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。進む先は誰にも阻ませぬ。曹操軍め、逃がしはしないぞ。孫悟の炎で燃やし尽くしてやる。1200兵を追い打つとは美しくありませんね。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。なんと、なんとそれが戦ぶり。行きますわ。これで友軍のもとに駆けつけられますね。早く合流しなくては。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。
馬の動きが鈍いな。これから長い逃避行だというのに。うん、餌さえあれば馬の体力も戻るだろう。そうすれば皆で逃げられそうだな。これだけ集まれば十分だ。早速馬に与えるぞ。馬が調子を取り戻し次第進軍開始だ。急ぎ味方に合流する。うまくいったようです。困難ではありませんわ。すごいな、さすがだ。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。よし、ここで防御体勢を取るのだ。行きますよ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。逃がさんぞ宗家。ここで宗家の命脈を断ち完全なる勝利とする。父親同様顔を意して撃たれるのが望みか。ならば願いを叶えてやろう。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。挑みますわ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。今は引こう。だが次に会った時は容赦せぬ。行きますわ。でも我らが勝つのは孫家が宗家を打倒することなどありえぬな。なんと壮麗な戦ぶり。今はこの喜びをかみしめましょう。その際捨てたものではないな。側から来たのかよ。聞いてないってろ。行きますわ。行きますわ。Yeah!
これが九祖猫を噛むってやつか。申し上げます、我が軍が烈方面の門の首相を撃破しました。球場打開の道筋が見える。我らも一丸となって敵を打ち砕くん。今頃ここを取りに来たのか。遅い遅い、遅すぎるぜ。敵を打ち取りましたわ。行きますわ。見事な働きだな。敵将討ち取りましたわ。素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えることを心より嬉しく思います。待ちくたびれて油断しちまうとは。平気でろ。シュール殿の策は完璧だった。ここで俺がしくじるわけにはいかん。やはり俺はまだまだ不甲斐ない。シュール殿に習い、学問、武門、もっと励まねば。敵将討ち取りましたわ。お上手ね。いい感じですわよ。この門を守り抜くのが自分の役目。通りたくば筋を通してもらおう。真剣ですね。曹操軍に一日の長があるのは筋。それを覆せなかったのは自分の不覚だ。伝令、包囲を突破し撤退先を確保しました。どうにか窮地を脱した。生き延びれば再起も叶う。伝令、曹操様の所在がつかめました。撤退先に向かわれているそうです。敵将討ち取りましたわ。いいぞ、その調子だよ。父よ、何がおかしい。この大敗、笑ってなどいられないのでは。いや、しかもむしろその逆よ。これほどの敗北、想起するものではない。董卓暗殺に失敗した時以来か、脳を書こうと。あの時と今回では事の大きさが違うだろう。かもしれぬ。だが違わぬこともある。それは敗れてなおわしは前へ進むということだ。毛沢、わしの道はまだついえてはおらぬ。我が姓の全てをかけ覇道を成し遂げてみせる。この大敗の後でそこまで吠えるか。お前はつくづく懲りん男だ。俺たちは殿と一心同体です。殿が前に進む限り俺たちも共に進みます。だが気概だけではことはなせん。
まずは国力の回復と戦力の再整備を急がねば。うん、士官の言う通り、皆各々の再管で体制の立て直しを急いでくれ。